まあ飲め飲め、紅茶だが。もしかしてロドニーさんにお茶入れてもらうなんて初めてじゃないですか？高いぞ、俺の給仕代。そうなんでしょうね。なあ、アシル。はい、何でしょう。しつこい男は嫌われるよな。でも好きな人もいるんじゃないでしょうか。あ、ほら、そういうのって好みだし。少なくともしつこくされるのが好きなタイプには見えない。あ、そうですか。そうかね。あの、ロドニーさん、別に無理して話さなくてもいいんですよ。難しいな。誰かに聞いてほしい気もするんだが、誰にも話したくない気もしてな。なんとなくわかります。僕もそんな風に思うことがあります。そうか。信じられないことがあったとき、それがすごく辛いことだったりすると、どうしていいかわからなくなります。誰かに話して楽になりたいと思うんですけど、そうして話して何か変わるんだろうかと。ああ、まったくその通りだ。でも一人で抱えておきたくなくて、結局こうして喋りたくなるんだよな。なあアシルよ、俺って鈍いか？どちらかといえば
鋭い方だと思うんですが。そうか。あ、でも俺にはずっとわからない。あいつが逃げ出してから、その理由をずっと考えている。一体何が悪かったんだろうかと。カルムさんのことですよね。あ、そうだ。まあ自慢する気もないんだが、俺の家はイギリスで結構有名な家でさ、王族とも仲がいいとかなんとか、まあそんなのは俺そのものには関係ないことだが。だってそうだろ、どんな立派な血筋だって王家だって結局は中身だろ。裕福な家に生まれたって、名誉ある家に生まれたって、ダメなやつはダメだし、たとえどこの血の出だかわからないやつだって、恐ろしく頭が切れて才能があるやつはいる。あいつはそんなうちの血筋の遠縁で、ロシアの小さな国の跡取り王子だったんだよな。それが農奴解放やら、まあいろいろ国が揉めてさ、両親も死んじまって、イギリスに亡命してきたんだ。そうだったんですか。嬉しかったぜ。俺には妹しかいないからさ、弟ができたみたいで嬉しくて、どこにでも連れてって一緒に遊んでた。想像できますね。きっといたずら好きな子供だったでしょう。読まれてるな。ロドニーさんらしいですよ。そいつ頭も良くて、俺と一緒のパブリックスクールに入学して、その学年ではいつも首席だったな。卒業して、俺は決して無理強いしたつもりじゃなかったんだが、そいつは俺と同じ仕事について俺の部下になった。俺は何も問題もないと思ってた、ずっと一緒にやっていけると信じて。ロドニーさん。なんでもない、ちょっと酔ってめまいがしただけだ。あれは寒い冬の雨の夜だった。あいつが突然、本当に何の前触れもなく逃げたんだ。逃げた。寒い寒い、凍りつくような冬の夜だった。朝からずっと雨が止まない嫌な日で、夜になった頃はもうみぞれも混じっていたかもしれない。そんな冷たい雨の夜に
俺は追いかけた。奴はどこまでも逃げた。そして追い詰めた。とそう思った時だった。奴が俺に向けて発砲した。そしてその拳銃の音に俺は反射的に引き金を引いた。奴を撃ったんだ。どうしてそんな。あいつも言ってたろ、俺たちはお互い銃口を向け合った。とっさだった。職業病みたいなもんなのかね。もう肩を打つつもりだったんだ俺は。だけどあいつはまるで俺の頭の中を読んだみたいに自分から弾に当たりやがった。まさかそんなこと。だよな、自分から当たりに来るなんてありえないと思うよな。事実俺がそう思い込もうとしているのかもしれない。こんなことを言いながらそうでないと考えたい俺がいる。いや、ずっとそうでない可能性を考え続けてきた。他にも狙った場所に当たらなかった理由はいくらでも考えられる。ひどい雨と風で弾が微妙にそれたのかもしれない。引き金に触れた指がかじかむようだったから、俺の照準がおかしかったのかもしれない。でもあの時確かに俺はあいつが自分から撃たれたように見えた。銃声を聞きつけて家の奴らが出てきた。俺は脇腹を撃たれていて、それでも必死にあいつに何か叫んだのは覚えてるが、もう意識が朦朧とし始めていた。何か、あの時何かあいつが最後に言った気がするのに、俺の耳にその言葉は届かなかった。そんなことが。俺は一体奴に何をしたんだと思う。あいつはなぜ。
しようかな。どうにかしてカルムさんと話したいけど、きっと取り合ってくれないだろうし。こんなことならあの時おとなしく言うこと聞いておけばよかったかな。でも聞いたとしても僕がロドニーさんを説得できたとも思えないし。でもこのまま何も見ないふり聞かないふりもできないだろうし。でも正攻法で言ってももう玉砕するだけだろうし、どうしてわからないんだ。この曲のことを思い出したら僕たちは消えるんだぞ。違う、嘘だ。嘘なもんか。どうしてお前はそうなんだ。あの時もそうやって僕を消そうとしたくせに。あいつの言葉を忘れたのか。そんなにこの世界から消え去りたいのか。聞いていた。ダメだダメだダメだ。絶対に思い出すな。だって約束したんだ。あそこから連れ出してくれ。思い出すな。ここだよ、アーシル。どこ？そこにいるんだよね。僕からあなたの姿が見えないんだ。何言ってるんだ。ここにいるだろう。ほら。
えに来たよ。約束したろ、君がどこかに閉じ込められたら助けに行くと。うん、覚えてるよ。きっと迎えに来てくれると思って。さあ行こう、誰も君を苦しめない場所に。待ってて、すぐ行くよ。おい、おい、おい、しっかりしろ。どこ？見えない。おい、しっかりしろ。俺がわかるか？意識はあるか？カルマさん、お前やっぱりロイの知り合いの。お前、まさか気づいていないのか？全然自覚がなかったのか？違う、違う。待ってください、カラムさん。これは違う。これは僕じゃなくて、僕じゃなくて。これは僕じゃなくて、僕の中の。
違うんです。これは僕じゃなくて、僕はこんな間違いで